鼠径部痛というのは股関節の痛みで一番多いんじゃないかなと思います。本当に治療のプロセス全体の流れが分かると、組織にどうやったら痛みを誘発できるのか、第三水準として何をやったらいいのか、最高に面白いと思いますよ。あ、もうね、絶対ね、もうこれ無料で無料の奇跡だと思ってください。じゃあ先生、お時間ありがとうございます。はい、今度4月に、はい、無料の YouTube セミナーを開催するじゃないですか、はい、今回の鼠径部どんな話をするのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、鼠径部痛というのは、股関節の痛みで一番多いんじゃないかなと思います。鼠径部が痛い時に我々が、どんな組織を予測するのかということを、まずそこを紹介しています。例えば鼠径部だと、痛みとして多いのは、大腿直筋の半開頭、腸腰筋、それと小殿筋、こういったところが一番多いかな。そういったところをまず予測して痛みを誘発する。その後に第三水準の評価を、どうやって行うのかということを今回は示しています。これはね、とても参考になると思いますよ。でね、今回の、映像では、それだけじゃないんですよ。実際に第三水準の評価までを映像で紹介した後に、私が治療として、どんなことをするのか、これを一通りお示してますので、皆さんにとって参考になること、これ、たくさんあると思いますね。本当に治療のプロセス全体の流れが分かるというところが、あるんじゃないかなと思います。なるほど。まず鼠径部の痛みの原因が、大腿直筋の半開頭、腸腰筋、そして小殿筋につい分けて、実際その先生がどういうふうにアプローチしているかというのを実際の臨床の映像に見せながら解説してくれるということですか。はい、今回は半開頭を抜粋してやってますけど、これ、どの部位でも同じなんですよね。例えば、肘の前面が痛かったという時には、前面が痛いと言っただけでパーッと浮かんでくる組織があるというのが非常に大事なんです。浮かんできたら、それに組織にどうやったら痛みを誘発できるのか、そして第三水準として何をやったらいいのかということが分かってくると、臨床の手順ってみんな一緒だって分かってくるんですよね。その流れが分かるんじゃないかなと思います。なるほど、分かりました、はい、じゃあ早速の4月の17日から1週間放送されますので、じゃあ皆さん楽しみに見てください。あ、もうね、絶対ね、もうこれ無料で無料の奇跡だと思ってください。最高に面白いと思いますよ。分かりました。じゃあありがとうございます、はい、半開頭をダイレクトにこうやって動かして痛みがその場で取れてしまえば、大腿直筋の半開頭が痛みを拾っていたと高い確率で言えると私は考えているんで、いいよ、これは楽です。大丈夫だったろ、はい、OK。 なぜかというと、小殿筋と聞くと横にあるかのように思いますが、実はこの天使部の前方に小殿筋も入ってきます。もう素晴らしいトップランナーは必ずこれを満たしていると。今もう4月になりまして、新卒の方が入職するようになりましたけど、なんか新人の頃、なんか思い出の話とかあります？新人の頃といえばね、僕はね、4畳半で1万6000円のアパートに住んでたんですよ。1万6000円ですか？もう玄関を開けたらすぐ畳、つまりね、下駄箱がないようなね、アパートでした。で、その横にはオーブントースターがあってね、これ下駄箱ないんだけど、靴どこ置いたらいいですかって言ったら、大家さんがね、オーブントースターの中に入れといてくださいって言われて、本当の話なんですよね。そんな時代があったんですね。そうそう、そんな時代があって今があるなと、人生はいろいろ紆余曲折ありますけど、どこにいても、大事なのはね、今の自分よりもこの先ね、常にこの先を見ていくということが大事だなと自分なりに思います。